私はパニコ、25歳の会社員です。大学卒業後に念願だったシステムエンジニア職に就くことができたのですが、覚悟はしていたとはいえ、この業界の激務なこと激務なこと、家には寝に帰っているようなものでゆっくりテレビを見るなんてこともできないんです。それでも頑張れるのは頑張りに応じた報酬と癒しの存在があるから。あ、パニコお疲れ様。カズキ遅くなってごめんね。この人はカズキ、共通の友人を通じて知り合った私の恋人で、この人こそが私の癒し。付き合って半年、5歳年上の彼は忙しい私のことをとっても気遣ってくれるんですよ。一人で飲んでたから大丈夫。パニコは今日も頑張った頑張った、偉いぞありがとうカズキ。仕事のことや他愛のない会話を楽しみ、カズキがほろ酔いになった頃を見計らって、私はある話題を振ることにしました。カズキ、再来月ってカズキの誕生日だよね。よく覚えててくれたね。誕生日一緒にお祝いしてもいいかな。もちろん。よかった。プレゼント何がいい？その日は有給取るからさ、美味しいものでも食べに行こうよ。あ、楽しみだな。そんじゃあプレゼントはパニコのセンスにお任せして、俺行ってみたいレストランがあるんだよね。レストラン？ウーマイミッセっていう芸能人も利用するって人気の店。あー、あのウーマイミッセって予約がなかなか取れないんでしょ？今から予約できるかな。無理ならいいんだよ、無理なら。値段も高いからね。いつもカズキにはお世話になってるし、願いを叶えてあげたい。わかった、予約頑張ってみるよ。あ、さすがパニコ。初めて二人でお祝いするカズキの誕生日だもん。早速ウマイミッセに電話をしましたが、予約は1ヶ月前からしか受け付けていないとのこと。電話をかけた時も何度目かでようやくつながったので、予約が取れるか不安でした。でもなんと運よくカズキの誕生日に予約が取れたんです。誕生日が楽しみすぎる。誕生日当日、今日はカズキの31回目のバースデー。プレゼントも準備したし、いつもよりもおしゃれ頑張っちゃった。カズキ、お誕生日おめでとう。今日は素敵な一日に。パニコごめん、俺パニコと一緒には過ごせない。え、仕事でも入った？そうじゃないんだよ、ごめん。好きな子できたから別れて。パニコよりもめっちゃ可愛い子で、親が経営者で車もベンツに乗ってるめちゃくちゃハイスペ女子が俺を好きって言ってくれたんだよ。そんな一緒に誕生日お祝いしようって言ったのに、レストランも予約してプレゼントだって。だから別れを切り出すの我慢してたんだよ。え、カズキは私の手からプレゼントが入っている紙袋をひょいっと取り上げました。サンキューな。レストランは新しい彼女と行くからご心配なく。頑張って取ってくれてシェシェ。そんじゃな。なんじゃその態度は。来ましたよ来ましたよ、あまりにも誠意のかけらもないその態度にプチンと来ちゃいましたよ。ちょい待ち。あ、プレゼントはくれてやるけどレストランは渡さないんだから。はあ、俺のために予約取ったんだろ、俺が行くのは当然だろ。一緒にお祝いするために取ったのよ。新しい彼女と幸せそうにお祝いするなんて絶対に許さない。数分前まで感じていたカズキへの愛情は完璧に憎悪に変わっちゃったんだから。俺がいないんじゃ意味ないじゃん。意味をなくさせたのはあんたでしょ。うるせえな。おしゃれなレストランに女一人で行くつもりか。どうせ相手なんていないくせに。失礼な、図星だけど。俺たちがお前の分まで楽しませてもらうから安心しろ。こいつ昨日までとは別人じゃないの、憎たらしい。残念だけど予約者は送られてきた QR コードがないと入れないから、あんたたちだけじゃ入れないわよ。
な、嘘だろ。いやいやい、ざまみろ。新しい彼女と楽しいお誕生日をお送りくださいな、いしし。飯食ってから振ればよかった。最後に悔しそうな顔を見られてよかった。和樹は文句を言いながら去っていきました。でも予約していたレストランどうしよう。今からキャンセルなんてできないし。えい、二人分食べてやる。勢いのまま私は予約していたレストランに向かいました。でもいざ到着すると素敵な外観にひるんじゃいます。それに入ってくる人々のキラキラした幸せオーラが昇進の私には辛すぎる。あー、来るんじゃなかったなと思っていると、店の前で何やら揉めている親子の姿が目に入ってきました。ごめんね、こんな人気店になってるなんて思ってなくて。いや、ママの嘘つき。今日は大事な日なんだよ。このレストランじゃなきゃ意味がないの。ごめんね。どうやら予約していないみたいで入れない様子。私ずっと楽しみにしていたのに。なんだか事情がありそうだなと、私の足はその親子の方に向いていました。譲りましょうか。え、あ、怪しい人だと思われたかな。あ、いや、今日予約していたんですけど、一緒に来るはずだった彼にさっき振られちゃって、一人でパーティーじゃいって勢い余ってきたはいいけど、幸せモード全開の雰囲気にひるんじゃって来たこと後悔してたところなんです。つまり予約をもらってくれたら嬉しい、楽しい渡りに船です。え、あ、ますます怪しいと思われた。お姉さん面白いですね。え、あ、そうかな。こんな面白くて可愛い人を振るなんて、その男も見る目ないんだね。これノア。すみません。いいんですよ、お互いに見る目がないカップルだったってことです。でも振ってくれたおかげでこのレストランを必要としている人に譲ることができたんですから、彼には感謝しています。本当に譲っていただけるんですか。そんなわけには。譲られてください。じゃなきゃ失恋した私は幸せオーラ全開の中で泣きながら食事することになるんですよ。本当に面白い方ですね。それじゃあありがたく頂戴いたします。やった。こうして私はお店の方に事情を話して親子に予約を譲ることにしました。二人ともとても嬉しそうで、私まで幸せな気持ちになりました。1ヶ月後、今日はいつもよりおしゃれして素敵なレストランでお食事をするんだ。ん？新しい恋人ができたのかって。残念ながら和樹と別れてから話した殿方は職場の人だけ。恋なんて無縁で仕事漬けの日々を送っていますよ。今日はね、とっても素敵な人たちとお食事する予定なんです。パニコちゃん、会いたかった。お久しぶりです。先日はお世話になりました。それはレストランの予約を譲った親子。あの日お礼をしたいからと言われて一度はお断りしたものの、二人とも堅くなだったので、とりあえずと連絡先を交換していたんです。当然お礼をしてもらうつもりなんてありませんでしたが、娘さんと LINE で連絡を取ってるうちに仲良くなって、もう一度会いたいねって話から今に至るってわけ。娘さんの名前はノアちゃん。中学2年生なのに見た目も中身も大人びていて、油断をしていると年齢を忘れちゃいそうになります。パニコさん、レストランの予約を譲ってくれただけじゃなくて、娘とも仲良くしていただきありがとうございます。いえいえ、仲良くさせてもらってるのは私の方です。ノアちゃんのおかげで失恋の痛でも早く言えました。本当？もちろん、可愛い妹ができた気分。ありがとうございます。この子、父親を亡くしてから塞ぎがちで、去年はこの子の兄が渡米してしまって寂しい思いをしていたんです。そうだったんですか。実はあの日、父親の三回忌で生前家族でよく訪れていたあのレストランで父との思い出を語って前を向こうと計画していたらしいんです。悲しい気持ちになるかもと
長いこと足が遠のいていたレストランだったから、予約必須になっていることも知らなかったみたい。でもあなたと LINE しているときは楽しそうで、パニコさんとプリンについて語るんだってプリンの研究まで始めたんですよ。美味しいプリンの作り方をママと研究してるので、今度我が家に食べに来てくれませんか？行く、絶対行きます。数ヶ月後、あの後本当にノアちゃんの家にお邪魔して、プリンをご馳走になってからというもの、ノアちゃんの家にたびたびお呼ばれするようになっちゃいました。ノアちゃんたちは家が好きということで、ノアママの美味しい手料理をご馳走になったり、私も手作り料理を持ち込んで家でゆっくり過ごすのが私たちの交流スタイルになっています。今日は珍しくノアちゃんからレストランに誘われました。そのお店は私たちが出会ったきっかけのレストラン、ウ・マイミッセ。親子で食事をするために予約をしていたみたいだけど、ノアママの都合が悪くなり、私を代理として招待してくれたんですって。嬉しいんだけど、振られた記憶が蘇ってきて複雑な気持ち。あ、パニコちゃん、お待たせ。この人がパニコちゃん、こっちは兄のユーマです。いつも妹がお世話になっています。ノアちゃんはお兄さんと一緒に来ていたんです。しかもノアちゃんに似て美男子すぎる。こんにちはです。やばー、緊張しまくって変な挨拶になっちゃった。こんにちはです。いやー、恥ずかしすぎ。ごめんね、突然兄なんか連れてきて。一緒は嫌だよね。とんでもない、目の保養すぎる。とは言えないし、なんて答えるべきなの私。え、事前に伝えてなかったのか？だって言ったらパニコちゃん来ないかもって思って。すみません、てっきり妹が許可を得ていると思って。そりゃそんな反応になりますよね。俺帰りますんで、ゆっくり食事されてください。ノア、支払いはこのカードでするんだぞ。うん、それでは失礼し。あ、お待ちください。あ、あ、ともに同じ釜の飯を食べようではないか。で、私はなんてこと言ってんだ。それじゃあ同じ釜の飯を食べに行こうではないか。あ、絶対変な人だと思われた。逃げ出したいほど恥ずかしかったけど、逃げ出さなくてよかったとすぐに思い直しました。だってユーマさんはとても優しい人で、話も面白いし、何よりウ・マイミッセの食事はどれも絶品だったんです。しかし、とっても楽しい時間を過ごしてレストランを出ると、まさかの出来事が。え、まさか。げえ、なんでカズキが。え、嘘。しかも女連れ。でもね、2人の視線はなぜか一緒にいるユーマさんとナーちゃんの方に向けられています。すげえ、本物のユーマとナータンなのか。ユーマさん、新作映画見ました。日本に帰ってきてるって噂本当だったんですね。映画？ノアちゃんも可愛い、顔小さい。昨日のドラマ見たわよ。ドラマ？もしかしてこの二人有名人？もうパニコちゃんにバレちゃったじゃん。あ、パニコ？今気がついたんかい。ごめんなさいパニコちゃん、隠しているつもりはなかったけど、私と兄は芸能界でお仕事させていただいているの。え？ユーマはハリウッド映画出演も決まっている大スターだし、ノアタンは国民的美少女と呼ばれる女優なんだぞ。ごめんね、黙ってて。妹も普段は外を歩くのも大変なくらい顔がバレているから、自分のことを知らない人と話すのが楽しいって言っていたんだ。そうだったんですね。知らなかった、ごめんなさい。びっくりしたけど、端正な顔立ちの二人を見て納得。それにノアちゃんは単に家が好きなわけじゃなくて、こんな風に騒がれるのが嫌で私を家に招いていたんだって気がつきました。俺パニコの元彼です。元彼ってことはパニコの立ちってことで、俺もノアちゃんとお友達になれるよね。ねえ。
ゆうま様、かっこよすぎます。ゆうま様の映画は全部見てるし、出演してる CM の商品も全部買うくらいには崇拝しております。ちょっとあなたたちやめなさいよ。なんだよ、いいじゃないか、ファンなんだから。ゆうまさん、ハリウッド女優誰か紹介してくださいよ。日本の女優でもいいっすよ。何言ってんのよ、私がいるのに。一般企業の社長令嬢よりもハリウッド女優の方が何億倍も稼ぐっての。はぁ、それに綺麗な姿は世界のお墨付き。逆玉に乗れてみんなが羨む女優を連れて歩けるなんて俺勝ち組。小金稼ぐパニコから社長令嬢のサナ、そして俺もついに女優と結婚か。俺のステップアップすげー。何よそれ。それじゃまるでお金目当てで私と付き合ったみたいじゃない。みたいじゃなくてそうなの。また今放送中のドラマで共演している女優紹介してよ。俺パニコが惚れた男だから安心だろ。それなら私はそのパニコよりも上よ。ユウマさん、私もこのうまいミッセに招待して。凡人の誰かさんじゃ予約も取れないんだって。なんだよそれ。あん、怖い。ユウマさん助けて。あんたたちいい加減に。一括しようと思ったその時、パニコ、そろそろ行こうか。パニコ、俺たちのデート邪魔しないでくれるかな。デート。申し訳ないけど品のない人に紹介できるお友達はいないわ。兄と未来の騎士が久しぶりの再会の時間を過ごして幸せだったのに、あなた方のせいで台無しになったわよ。未来の騎士？二人の発言に驚いちゃったけど、どうやら元彼たちの前で私が惨めな思いをしないようにユウマさんの彼女って設定を演じてくれているみたい。俺はパートナーを大切にしない人とは友達になれないんだ。いずれ友達も裏切るだろう。そんなことしませんって。ユウマさんみたいに世界に捨てがある人俺が裏切るわけないじゃないですか。俺こう見えても情が深いんですよ。君が情深い？君の喜ぶ顔を想像しながら誕生日の計画を立てた彼女をひどい言葉で捨てたくせにか。それは俺の大切な人を傷つけるような奴は許さない。でも一つだけお礼を言わないとね。君がパニコのことを捨ててくれたおかげで俺は永遠の伴侶と巡り会えたんだ。ああ、演技だとしてもかっこいい。ユウマ様、そんな女と結婚するの？パニコがオッケーをしてくれたらね。今はまだ愛を深める時間を楽しませてもらってるんだね、パニコ。ああ、演技だと分かってても惚れてまうやろ。お兄ちゃんたら、またパニコちゃんにデレデレじゃん。さ、パニコ、行こうか。未来の旦那様？待ってよ、パニコ。俺の女を気安く呼ぶな。パニコさんに手を出さないので、どうか友達になってください。私もお願いします。華やかな世界の仲間入りしたいの。追ってくる元彼たちにかける言葉はなく、私たちはやってきたリムジンに乗り込みました。待って、元彼のよしみで。ここで会ったのは運命よ。ユウマ様もパニコから私にチェンジしてよ。発車します。車は発進。追いかけてくる元彼たちの姿が見えたけど、知らない。その後、カズキから電話がかかってきましたが、無視&ブロック。カズキと彼女はその後破局したとノアちゃんから聞きました。なんでも2人で誰も見ないカップル動画も配信していたようで、そこで破局を発表したんですって。投稿された動画は2人の性格の悪さを感じさせる最悪なもので、破局してチャンネルを閉鎖して削除したのに、今ではまとめ動画でおもちゃにされている模様。社長令嬢とか言っていたサナは父親の会社の秘密を暴露したり社員の文句を言っていたようで、親から感動されたみたい。まあ、あの二人の会話から幸せな人生を送れる気はしなかったけど、まさかここまで転落するなんてね。笑っちゃいけないけど、笑わずにはいられません。
なんかすみませんでした。それに嘘までついてくれてありがとうございます。おかげですっきりしました。嘘って？私のこと彼女のように振る舞ってくれたことです。二人とも俳優さんなだけあって演技うまいなって感心しました。え、演技じゃないですけど。え、妹の友達は俺にとっても大切な人ですから。ああ、そういうことか。それにこれから愛を育んでいけたらって真剣に思ってます。なるほどなるほど。で、え、やっぱりパニコちゃんは未来の技師だね。それから私とユーマさんがどうなったのかはご想像にお任せします。いしし、ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニックさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。